はい、時間になりましたので始めさせていただきます。本日はビジネススキー、睡眠はビジネススキルですと題しまして、矢沢綾様の、ご講演と、後半はですね、実技の方もいただくことになりました。皆様、拍手および拍手散歩よろしくお願いします。はい、それでは皆さん始めていきたいと思います。すいません、アナウンスしていたのは多分全部、実あの学科の方で、アナウンスさせていただいたと思うんですが、今日はちょっと一部内容を変更しまして、前半30分ぐらいで、学科をやりまして、後半ちょっとね実技をやっていきたいなと思っております。オンラインで聞いている方も一緒にできますので、ぜひあのもしよかったらば、あのお家で使っている毛布とかブランケットとかをちょっとお手元にご用意いただければなと思います。それでは始めていきたいと思います。まずね30分、講義をさせていただきたいと思います。さあ、今日のね目次なんですけれども、イントロダクションということで私の自己紹介、そして、実際にね病院とかでも使われている睡眠のテストちょっとさせていただきたいと思います。そこから仕事への影響、ビジネススキルとしての、睡眠の基礎知識、そして実技という形で今日は1時間進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、まず私の自己紹介をさせてください。私、弓矢の矢に間と書いて矢ざまと申します。矢ざま矢です。よろしくお願いします。ここに1から5章って書いてありますけれども、私若い頃は実は美術の学校に行っておりまして、卒業と同時にグラフィックデザイナーとしてちょっと活動していました。で、結婚をきっかけに、全て辞めて、妊娠をきっかけに、実はですね、あの体重が2キロ太ったのをきっかけに、肺炎のマタニティエアロビクスをやるといいよということで、運動を始めたんですけれども、初めは運動なんてね、うの字もできなかった人なんですけれども、だんだん動く、やっている間に動く楽しさ、大切さを知っていくという形で、そこからどんどんと、動くことが楽しくなって、自分の怪我の予防なんかをするために、独学でストレッチとか、解剖学とかを学んでたら、海外のヨガに出会いました。で、そこからズブズブとか海外のヨガに傾倒していきまして、で、教えるのも勉強のうちよって言われて、小さい子供を抱えながらヨガとか、あとはちょっとね、お母さんと子供の親子体操の先生なんかもちょっとやってみないということで、ご縁があって指導していました。で、専業主婦をしながらね、自分の空いた時間でそんなことをやっていくのかと思っていたらば、ちょっと私生活の方では離婚になりまして、さあどうする、グラフィックデザイナーに戻るのか、それともヨガの先生とかでやっていくのかという時に、たまたま日本にも理学療法士という職があると知りまして、で、私の知っている、ね、海外の先生、実はちょっとね女の人にすごくだらしがない先生がいらっしゃったんですけれども、その人ができるんだったら私もできるかもしれないということで、子供を抱えて理学療法士の学校に通いまして、国家試験の免許を取りまして、無事、入職するんですけれども、私が知っている海外の先生たち、アメリカとかヨーロッパの先生っていうのは医師と同等の免許がある人たちでばっかりだったんですね。ですが日本は医師の下にあるのが理学療法士ということで、もうね、入って1、2年で結果は出すけれども、もう腰掛け状態になっていきます。で、通算7年ぐらいやってるんですけれども、アメリカの世界大会に何をするかも知れなかったんですけれども、人生変わるよって、何するのか分かんないけど人生変わるよという言葉に刺さりまして、出てみたらアメリカのミスコンだったと。そして、アメリカのミスコンでなんとミセスの部門で優勝してくるんですね。ちょっと端っこの方に女王様の写真があると思うんですけれども、2018年にアメリカのミスコンでミセスの部門で優勝してくるんです。で、日本でミスコンっていうと顔が綺麗とかプロポーションがみたいな美のところにすごくフォーカスされると思うんですけれども、アメリカの特にね、海外のアメリカの私の出たところもそうなんですけれども、社会貢献の意味合いがすごく強くて、このジャッジも美のところはだいたい2割ぐらい、8割は、その論文を提出したりするんですけれども、そういうのとか1週間みんなで生活するキャンプの生活の様子とか、そういったもろもろの話、あと質疑応答とか、そういうのが結構8割ぐらいのジャッジになります。ここで、私は賞をもらってから、あ、
理学療法士腰掛けでやっていても誰も救うことができないと、腹落ちをしまして、帰国後ちょっとこの体験すごく面白いから本にしたいなと思ったら、出版の師匠に出会いまして、君は体以外に、得意がないから体の本をしっかり書きなさいと言われまして、ありがたいことに睡眠の切り口で本が出ましたので、睡眠の専門家としてブランディングして病院を飛び出してきました。で、飛び出して協会を設立したり、またね、こういう形で、企業様の研修、あとはね、もっと講演をさせていただいたり、または自分で自分の広報をしているうちに、経営者が広報をうまく使えていないんだっていうことを知って、今では睡眠の、事業の他に、企業の広報 PR のお手伝いをする事業なんかもやっています。さあ、ということでね、こんな感じで睡眠事業と、広報 PR の事業、そして自分の持っている協会の運営っていう形で、3つの軸で、会社を、運営しております。さあ、私、先ほどもね、ちょっと言いました。理学療法士でしたっていう話をしました。ですので、知識からのアプローチというのと、身体からのアプローチというのが、他の多くの睡眠の方との違いです。今日はこの2つをちょっとね、本当短時間ずつなんですけれども、両方ともちょっと、体験していただこうかなと思っています。さあ、こんな感じでね、結構やっていくんですけれども、この写真、本当にガーガーいびきかいて寝ている社長さんがいらっしゃるんですけどね、皆さんにもこうなっていただけたらいいなと、今日は、これをやっていきたいと思います。ということで質問です。皆さんにとって睡眠とは何でしょう？ちょっと考えてください。睡眠って何でしょう？よくね、目的、手段と目的を違えないようにしてくださいっていうふうに言われると思うんですけれども、よく健康って手段なのか目的なのかが曖昧になってくる。皆さんにとって睡眠って何だと思いますか？何でしょう？ちょっとね、これ皆さん一人一人答えが違うと思うので、そんなことをちょっと考えながら今日1時間やっていただけたらいいかなと思っています。私はね、やりたいことをやるための一つの武器でしかないと思っています。いろんなことをやりたいと思っても、元気じゃないと力が出ないんですよね。やっぱりパワーが、やることなんか新しいことに挑戦しようとするときにはすごくパワーが必要なんですよ。そのパワーを出すためにはやっぱり睡眠、よく眠って元気であるっていうことはすごく大切なことなのかなと思っています。ね、そのためにも結構ミッションとかも大切ですよなんていう話をしているんですけど、ちょっとね、私のちょっと理念というかミッションというかをちょっとだけにご紹介したいと思います。私実はですね、笑顔でやりたいことに挑戦する人を増やす、そのための伴走者になりますよっていうのが実は個人の根底にあります。で、まず睡眠の専門家になって元気な人を増やして、そして挑戦する人を増やしたいなと思っていました。で、もう一つ広報の方、実はですね、すごくできる広報さんたちいっぱいいるんですけれども、経営者があまり使えていないので、その実力がしっかり発揮できていなかった。そしてこう経営者も一生懸命頑張っているのに、広報のことを勘違いしているので、なんか結果が出ないってすごく怒ってる。その、両方の人の、ね、力もったいないなと思って広報の、事業を始めています。こういう感じでね、挑戦する人たちがね、しっかりと自分の力を発揮できてもらえたらいいなっていうので日々活動しています。私の理念ここにあります。で、私結構年齢いってます、もっともっとね、あと10年とか20年になったら可愛いおばあちゃんになって若い人たちの悩みを聞いて背中を押す人になりたいなっていうのが今のところの目標です。そのためにはやっぱり元気でいなくちゃいけないので、私の睡眠挑戦するためにはしっかり眠らなきゃいけないのかなと思っております。皆さんもそういうのあると思うので、これちょっとね、今日話を聞きながら頭の隅で思っていてください。ということで、これ考えておいてくださいね。さて、次です。テストします。あなたの睡眠の状態はいかがでしょうかということで、あなたの最近の生活の中で次なる状況にあると、眠くてうとうとしたり眠ってしまうことありませんか ?8 問あります。点数を合計してください。そのね、最終的に合計した点数聞きますので、ここだけね、ちゃんと計算しておいてくださいね。では行きますよ。1番。座って読書をしているとき、
眠くなることが多い。時々眠くなる。稀に眠くなる。決して眠くならない。いいですか？次いきますよ。テレビを見ているとき、眠くなることが多い。時々眠くなる。稀に眠くなる。決して眠くならない。次いきます。人の大勢いる場所で座っているとき、眠くなることが多い。時々眠くなる。稀に眠くなる。決して眠くならない。大丈夫ですか？ついてきてますか？いきますよ。他の人の運転する車に休憩なしで1時間以上乗っているときに眠くなる。時々眠くなる。稀に眠くなる。決して眠くならない。もうパッパといきますよ。午後、横になって休憩をとっているとき、眠くなることが多い。時々眠くなる。稀に眠くなる。決して眠くならない。座って人と話をしているとき、眠くなることが多い。時々眠くなる。稀に眠くなる。決して眠くならない。飲食をせずに、昼食後静かに座っているとき、眠くなることが多い。時々眠くなる。稀に眠くなる。決して眠くならない。自分の車を運転中に渋滞や信号で数分間止まっているとき、眠くなることが多い。時々眠くなる。稀に眠くなる。決して眠くならない。さあ、合計何点でしたでしょうか？いきますよ。これ、病院でも実際に使用している昼間の眠くなる診断のテスト、実際に使っているテストです。これ何点でしたか？皆さん、11点以上の人手を挙げてください。わお、わお、わお。実はですね、11点以上は治療を要するレベルとされています。で、11点未満でもね、慢性的にいびきをかく人とかはちょっと要注意ですよっていうのがあります。ですが、11点以上の人はちょっとやや要注意なので、もし今日、この後に基礎、知識やります。基礎知識やるときに、ここ手上がってたらまずいですよっていう人は、一回早めに病院に受診してください。はい。ということでね、ちょっと進みます。睡眠問題。実はですね、原因、大きく分けると、もうね、本当に大きく分けると、この2つしかないと思っています。現代の睡眠問題。何っていうと、本当の病気か、生活習慣病です。本当の病院はもう病院に直行です。また、なんとかしてくださいって、なんとかの専門家とかって言ってる人たちではなくて、ちゃんともう病院に行って、治療が必要になってくると思うので、一度ちゃんと、先生のところに受診してください。その他で多いのが、こっち、生活習慣病。多くの眠れない問題、現代の多くの眠れない問題も生活習慣病の一つだと私は思っています。さあ、生活習慣病、ドクターとかに何て言われますか？何て言われますか？何した方がいいよって言われますか？生活習慣病？うん。予防するには。正しい生活、バランスの取れた食事、そして軽い。その通りです。答えが書いてあるじゃんっていうようなね、あれなんですけれども、答えが書いてなくてもスラスラって言っていただきたいんですけれども、本当にね、生活習慣病でドクターショルクロットって多分これだと思うんですよ。で、これがちゃんとできてる人って多分眠りの話もそんなに、こう睡眠の問題もそんなにないのかなと思っております。で、なんでこんなに睡眠の話とか、まあ、もちろん睡眠だけではなくて、現代結構不調って言われるものが多いと思うんですけれども、なんでこんなに不調が増えちゃったのかっていうと、現代は便利と引き換えに動かない生活を手に入れてしまったんですね。で、その代わり、便利な生活を手に入れた代わりに不調という副産物を手に入れてしまった。だから、私たちの、ね、人間の体っていうのは動くようにできているんです。何を言うのかというと、動かない生活を手に入れてしまったので、副産物として腰が痛いとか肩が痛いとか慢性的な疾患とか、あとはメタボリックシンドロームとか、
その中の一つに睡眠問題も、多くの人の睡眠問題もあるよというお話なんです。まずここをしっかり覚えておいてください。なので仕事人の法則ということでね、よくあるんです。結構ビジネススキルを一生懸命しようと思って、ビジネススキルをすごく学んでいらっしゃる方がいるんですけれども、ビジネススキルだけでは絶対にダメなんです。なぜか健康な体というのがあってこそのビジネススキルを発揮させるためにあるので、スキルと健康がセットになっていることが非常に大切なんです。じゃあ健康って何っていうと、もう簡単です。食事と運動と睡眠、まあ、休養って書いてありますけれども、これの掛け合わせ。ここがしっかりと正三角形になっているかどうか、極端にね、睡眠で、1、運動10、食事5みたいなんじゃなくて、まあ、バランスのいい三角形ができるようになるのが一番いいのかなと思っております。はい、ということでね、睡眠不足が引き起こす仕事への影響というので、ちょっと見ていきたいと思います。皆さんも、ご存知かと思いますけれども、まあ、睡眠不足、体不調になりますが、ミスの増加とか、集中力の低下とか、判断力の低下、記憶力の低下、感情が不安定になったり、創造性の低下など、これらって全て仕事に影響してきます。そう、一生懸命いろんなビジネス、マナーとかね、ビジネススキルをつけても、結構睡眠不足だと、その学んだスキルがなかなか活かせないんではないかと私は思っております。ね、ちょっとこれを細かく見ていきたいと思います。まずね、ミスの増加、集中力の低下ということで、これ実際に、あるテストをして、1日5時間の睡眠を1週間続けてもらって、その間にね、どういうふうに、その人がミスをするのかっていうテストの、ね、誤飲反応なんていうのを見てテストしたものなんですけれども、どん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 眠気が強くなるに従ってミスが増えていきますよっていうテストです。なんかそれはね、こんなテストしなくてもなんとなくわかるよって思われると思うんですけれども、ここにある事故、チェルノブイリの原発事故なんていうのもそうなんですけれども、これすべて従業員の睡眠不足が原因と言われています。で、単純な睡眠不足というよりも、もっとね、この言葉ご存知ですか？マイクロスリープ。この言葉ご存知の人手を挙げてください。ありがとうございます。マイクロスリープ。自分では眠気がないと思っていても、目を開けたまま瞬間的に眠ってしまう現象のことを言います。目を開けたまま、本当に1秒とか、まあ、3秒ぐらいかな。記憶がポンと飛ぶらしいんですけれども、それで、その瞬間に事故が起こっている。先ほど言いました、これらの、スペースシャトルの事故とかも、すべて、従業員のマイクロスリープが原因ではないかと言われています。実際に日本でも、広島大学の研究なんかでもマイクロスリープ、春眠なんていう言葉を使って実際にニュースにもなっています。これ本人はもとより横にいる人も全く気がつきません。本当にね、目つぶってゴーってなってれば眠ってるってわかるんですけれども、目を開いて起きている状態のまま本人の中だけ意識がプッとなくなっているので、本人はおろか周りも気がつかないんです。これが結構怖いんですね。で、これで事故を起こしたりもしています。さあ次。知っていましたか？睡眠不足は酔っ払い状態。皆さん、お酒飲まれますか？お酒飲まれますか？お酒飲んだ後に、ものすごい細かい仕事とか、クリエイティブな仕事しろって言ってできると思いますか？ありがとうございます。実はですね、これも実際に試験をしたんですけれども、起床から14時間過ぎ、深夜0時を過ぎたところから作業効率が極端に落ちてくる。で、起床から17時間を超えると血中アルコール濃度が 0.05% 以降、それよりも以上か、または低迷レベルまで落ち込んだって書いてありますけれども、結構ね、酔っ払い状態になりやすいと言われています。皆さん、車の免許って、免停って何点ぐらいからだと思いますか？ご存知の方いらっしゃいますか？免停。6点。6点。そうです。前歴がなければ、6点で30日の免停です。
ということは 0.05 パー以上で反則点数が25点って結構すごいんだなっていうのが分かっていただけると思います。ということでね、飲み会の帰りにね、この今日もね、このセミナーが終わった後、皆さんで懇親会で多分お酒出ますけれども、そのお酒飲んだ後にミスしないと思いますか？皆さんここに来ている方、多分上司の方だと思います。部下の方に、寝不足の人がいたらば、その子がにいろんな仕事をしてミスしないと思ったらば大間違いです。まず寝不足の人にはしっかりと寝ましょうねということがすごく大切になってきます。はい。そして感情が不安定になります。イライラして八つ当たりしたくなったりします。結構ね、これ、講演とかで聞くとね、いい年をしたおじさんたちが実はあるっていうんですけど、こうちょっと会場の方に聞いてみますけれども、イライラして八つ当たりしたことある人。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。結構ね、パラパラパラっと来ましたけど、結構これね、多いんです。感情、アンガーマネージメントとかいろいろありますけれども、アンガーマネージメントやるのも、寝不足だと、これ、アンガーマネージメントや勉強したところで不安定になってイライラするのでちゃんと寝た方がいいですよって話なんですけれども、なんで寝不足で怒りっぽくなるのっていうと、まず一つにホルモンの乱れがあります。睡眠不足になるとアドレナリンっていうホルモンが過剰分泌するって言われています。アドレナリンっていうのは交感神経、出てはまずいものではないんです。しかも交感神経って優位になるとまずいんですかってよく言われるんですけれども、交感神経と副交感神経って自律神経って言われるんですけれども、これは両方ともすごく大切なんです。でも、ちゃんとこれがバランスよく、日中ちゃんと交感神経が、そして夜眠るときに副交感神経がこうやって、バランスよくなればいいんですけれども、結構ね、これが出すぎると、攻撃性を増してしまう。バランスが崩れて交感神経を優位にするアドレナリンっていう物質がすごく出すぎて、で結構攻撃的になってしまうんではないかと言われております。さらに、これね、ちょっと脳の中の扁桃体っていうのがあるんですけれども、これが感情とかを司る部分なんですけれども、この扁桃体の活動が亢進して不安や抑うつが生じやすくなったりします。あとね、判断力の低下なんていうのもよく言われています。実際にこれ見ていただくと分かるんですけれども、赤いところ、血流、これね、普通にね、普通に眠って普通な状態、寝不足じゃない状態で認知機能テストをした、時の脳のスキャン状態と、寝不足にして同じ状態で認知機能テストをしている時の脳の断面図、これ赤いのは血流を示しています。これだけ違ってきます。特にね、前頭葉、前にある、ここね、意欲の感情とか意欲の制御をしていたり、集中力とかね、社会性に関わるところ、そんなのを判断とかね、社会性とか集中力をするっていう、ちょっと人間らしくするところって言われている前頭葉の血流が非常に悪くなるのが分かるかと思います。ですので寝不足になるとイライラしやすかったり、集中力とか判断力とか鈍くなってくると言われています。ちなみにね、頭頂葉ってここにあるんですけど、頭頂葉の血流もすごく悪くなるので、認識とか、いろんなね、脳って、あと側頭葉とか、あと後頭葉とかあるんですけど、こういうところのからの情報をギュッとこうキャッチするなんていうのを言われているところの血流も悪くなりますので、もちろん判断力もすごく低下してきます。はい、よくね、ここオンラインで見てる方、多分ソニーの社員さんいっぱいいるかと思うんですけども、パワハラ、セクハラ、不祥事、これかなりまずいですよね。寝不足になるとこういう怒りの感情が増幅されやすくなったり、ストレスを感じやすくなったり、判断力が低下して、こういうモラルの低下の引き金になったりするということで、しっかりと、睡眠とるっていうのもすごく大切になってきます。はい、人事部の方、お願いがあります。アンガーマネジメント研修をする前に睡眠研修お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
ここ笑うところですからね。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、次、記憶力の低下っていうことで、私たちの、外からの情報っていうのは、ここにね、海馬って書きましたけれども、新しい記憶を貯蔵するところから、まあ、いろんな、夜寝たりしてね、古い記憶として保管するところに情報が行くんですけれども、この記憶のところが海馬の縮小って書いてありますけれども、新しい記憶がなかなかできなくなるので、古い記憶としても残りにくくなる。典型的なのが、まあ、認知症とかですよね。まあ、年齢重ねてくるとだんだんこう新しい記憶がなかなか覚えられず、そして古い昔の記憶は何だか知らないけど鮮明に蘇ってくる、あんな感じになってきてしまうので、海馬の記憶とかっていうのも低下とかっていうのもあるので、よく眠りましょうと。よく、はい、まあね、記憶の整理って書いてあるんですけど、これちょっとね、後ほどもう一回やるんですけれども、この図見たことはあるかと思うんですけど、ノンレム睡眠、レム睡眠っていう、もちろんノンレム睡眠時にも記憶の整理してるんですけれども、レム睡眠時にも記憶 の、 情報整理なんかもしているので、すごく大切ですよって言われています。これ後でもう一回やりますということですね。ちょっとね、駆け足に行ってますけれども、ビジネススキルとしての睡眠の基礎知識というので、やっていきたいと思いますが、何のために人は眠るの、知識の前にちょっとね、これを考えてほしいんです。何のために、そもそもなんで人間って眠らなきゃいけないの、考えたことありますか？寝ないで24時間365日ガンガンなんか動けたらいいじゃんって思うんですけれども、命を守るために必要な、実は生理現象だったりするんです。生理現象なので、寝ないと死んでしまいます。これ実際に強制的に眠れせない環境に置かれたラットの試験で、ずっとね、眠らせないで眠くなりそうになったらつついたりしてね、意地悪していたらば、免疫不全になって死亡したという実験が実際にあります。なので寝ないと死んでしまうんです。一番最初に聞きました、なんで睡眠大切なの、皆さんなんで睡眠大切なの、寝ないでやっているとやりたいこと死んじゃうんですよね。なので元気にいろんなことをやるためには、しっかりと眠るということは非常に大切になってくるんです。皆さん、まあ、もちろんご飯を食べるため、家賃を払うために、もしかしたらその生活をするためにお仕事されているかもしれないんですけれども、それ以外プラスアルファに、多分自分のやりたいこととか何かこう体現するためにお仕事されている方も多いと思います。それをするためには死んでしまったら困るんですよ。なのでしっかりと眠らないと死んでしまうんですよね。なのでしっかりと眠って自分のやりたいことをやっていきましょうねということなんですね。ということで 100% 力を出すために、食事、運動、そして睡眠、よく言うのは睡眠っていうのは一番分かりやすいですよって私言っています。だから睡眠から入るのがいいですよってお伝えしています。さて、もう一回こんな5問ありますけれども、この基礎知識をするためにちょっとね、クイズ形式にさせていただきたいと思います。こんな人はいませんかということで5問やっていきます。いつもはね、結構10問とかあるんですけれども、今日はね、時間の関係でちょっと、早めに行きます。さあ、朝起きてなんだかやる気が起きない時がある、ある人、ありがとうございます。これだけではないんですけれども、やる気が起きない原因って、やる気が起きる条件、これだけではないんですけれども、今日は3つちょっとお話しさせていただきたいと思います。脳がしっかり目覚めるためには、体内時計がしっかりしているのがすごく大切です。そして寝ている間に脳の記憶が整理されていることがすごく大切になって、そしてセロトニンが十分に分泌されていることが大切になってきます。一つ一つちょっとお話しさせていただきます。体内時計、皆さんもご存知かもしれないんですけれども、体内時計というのは、主に脳に存在している主時計と、副時計として、体全体に、ほぼ全体に存在しているというものがあります。今日はね、主時計の方のお話をさせていただきますが、ほぼ1日の周期で体内環境を積極的に変化させる機能のことを言います。私たち朝起きて、なんとなく朝起きて、体の太陽のともにね、夜になると眠くなるというのが、体の中にしっかりとそういうのが組み込まれてますよって言われています。この主時計、約24時間、約なので24時間よりちょっと長いんですよね。で、
この24時間よりちょっと長いっていうのがクセモノで、これをちゃんとリセットさせるのに朝の光を浴びるといいですよって聞いたことあると思うんですけれども、朝の光を浴びると何をするかというと、ここに視床下部のってなんか難しいこと書いてありますけれども、光の朝の光が目から入ってきて、目から入ってきて何をするかというと、電気信号で脳にツツツっていくんですよ。でこの視床下部のところにあるリセットボタンを、その電気信号がピッと押すとリセットという形になるので、なので朝日浴びるといいですよっていうのはそのためです。くれぐれもいないと思いますが、朝日を、直射日光を目で見ないでくださいね。たまになんかね、朝日を見るといいんだって言って日光見ようとしてる人がいるんですけど、外の景色見るだけで十分ですので、直接光を見ないでください、太陽を見ないでくださいね。で記憶の整理ということで、レム睡眠時に、先ほどもちょっと言いましたけれども、もちろんね、ノンレム睡眠時の時にも記憶の整理してると言われているんですけれども、よく言われるのが、初めの3時間がすごく大切ですって言われるんですけれども、レム睡眠時にもこの整理をしていると言われています。ですので実は両方大切です。深い睡眠ももちろん大切ですけれども、その浅い睡眠と言われているレム睡眠の方も非常に大切ですので、こちらもやっぱりちゃんと取ることが大切なので、ある程度の睡眠時間というのも大切になってきます。そしてセロトニン、よくね、幸せホルモン、セロトニンなんて言われるんですけれども、このセロトニン、ホルモンと言われるから女性ホルモンとかと同じって言われるんですけれども、これ脳内伝達物質の一つです。で精神の安定とか安心とか平常心を保つためにすごく大切です。これセロトニンは朝体の脳の中にバーって出るんですけど、脳とか体の中にバーって出るんですけれども、夜は分泌が抑えられて、今よく言われているのがセロトニンを原料にしてメラトニンというのが出てできているんではないかと言われています。ですのでセロトニンとメラトニンっていうのはやっぱり交互に両方すごく大切なので、セロトニンがしっかり出ていると、体の中で自然の睡眠薬となるセロトニン、メラトニンもしっかり作られるんではないかと言われております。はい、ちなみにね、よく言われるのが、部屋の中も明るいから部屋の中だけでも大丈夫って言われるんですけれども、ここに書いております2500から3000ルクス以上、すごくが、脳のリセットになる、リセットになる光の光量と言われていますので、やっぱりね、雨の日の屋外でもぐらいの光がすごく大切になってきますので、しっかりと外に出て、ベランダぐらいでいいので外に出て朝 の光を浴びるというのはすごい大切になります。くれぐれも太陽を直視しないでくださいね。はい、解決策、一定の時間に起きて朝日を浴びて軽い運動をしましょうとよくお伝えしています。2番目、ちょっと早足でいきます。昔と比べて眠りが浅くなったと感じている方、手を挙げてください。これね、よくいただくんです。結論、年齢を重ねると若い頃に比べて眠りが浅くなります。皆さんがよく見る図形っていう波形っていうのはこれだと思います。これ結構若い頃はこれですが、年齢を重ねるとこういう波形になってきます。深い眠りすごい少なくなって、緑のところのレム睡眠も深くなって、なんだか知らないけれども赤い中途覚醒って言われるのがすごく増えています。何を言っているかというと、中途覚醒、目はつぶっているんです。ですが脳は起きている状態です。この状態で途中で人の気配だ、物の気配だ、尿意を感じると何をするかというと、いや最近さ、途中で目が覚めてトイレ行くんだよね、多いですよね、年齢重ねた方。なので、それ結構自然な現象ですよとよく言っていますが、だんだん眠れなくなってくるっていうものが自然な摂理になっています。なのでね、これじゃないんだよってすごく焦られる方いるんですけれども、だんだんね、こんな感じになっていくので、途中起きるのはもしかしたら自然なことなのかもしれないですよってお伝えしています。でこれです、年齢を重ねるとだんだん睡眠時間っていうのは短くなっていく傾向にあります。ですが脇の床にいる時間はどんどん長くなる傾向にあるんです。何をするか、私年齢重ねたら眠れないんですって言って心配して元気なお姉さんたちがたまに私のところに相談来るんですけれども、
昼間ね、眠気が強くて生活に支障がなければ大丈夫と言われています。心配ならすぐに病院に行ってみてください。はい、一日中疲れが取れない、日中だるいっていう方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫ですか。お、ゼロですね。ゼロですか。はい、先ほども言いました、現代の睡眠問題というのは病気か生活習慣病が大きく分けるとこの2つに、分類できますよって言いました。そして軽い運動って書いてありますけれども、私たち便利と引き換えに動かない生活手に入れてしまったので、なので結構生活習慣病って厄介になっております。疲れが取れない、一日中だるい、実は運動不足もまた疲れが取れない原因の一つになります。休息の方法には2つありますよって言われています。この2つ知ってる人いますか。ありがとうございます。消極的休息と積極的休息って書いてあるんですけれども、体を動かさずに、まあ、いわゆる日曜日とかね、ゴロ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 一日中寝ているっていうのを消極的休息、マシンプレストって書いてありますけれども言いますが、実はですね、すごく疲れているんですけれども、適度に体を動かして休むという方法、これすごく大切です。実はですね、スポーツの世界ではもう結構メジャーな休息方法の一つになっています。メジャーリーガーの方、メジャーリーガーじゃない、なんだ、サッカーの選手とか、結構オフの日にしっかりとこうみんなでこうじゃれ合ってボールパスしたり蹴ったりしているのを見たことありますか。あれ多分これです。積極的休息のためにやっています。こうやってね、少しずつ体を動かしてあげると、しっかりと体が休まるっていうので、なので結構ビジネスパーソン、皆さん座ってばっかりいらっしゃる方が結構多いので、休日はできるだけハードな運動じゃなくていいんですよ。すごく軽い適度な運動をしてあげるっていうのが、実は眠りにも体にもすごくいいのかな。で、運動の効果ってね、身体的な効果とか脳の効果とかメンタルへの効果とか疲労回復とかいろいろありますので、しっかりと動かしてみてください。で、私理学療法士なので筋肉と緊張っていうちょっとねここに書かせていただいたんですけど、運動不足は筋緊張を増加させるって書いてあるんですけれども、本当にね、姿勢が悪かったりね、精神的なストレスとか運動しないとね、筋肉が緊張して体が緊張してくるので、で眠れないっていう原因にもつながってきます。後でやりますが、その前に筋肉の役割をちょっとだけねお伝えしたいんですけれども、筋肉ここ7つあります。筋肉の役割っていうのは体を動かすだけではなくてですね、今すごく暑い夏の時期です。実はですね、筋肉には水分を蓄えるっていう機能もあります。年齢重ねてくると筋肉っていうのは何もしなくても落ちていきます。水分蓄えておく貯蔵庫が減っていけば、それだけ熱中症のリスクも高まってきます。年齢高めの人もしっかりと筋肉を鍛えていくというのも、体を鍛えていくというのもすごく熱中症予防にもすごく大切になってきます。はい、で、どうすればいいの？後ほど体験しますが、体緩めてまず元に戻って眠れるような体作っていきましょうねっていうのをやっていきます。まあ、日中で動く量を増やしましょうねということで、さて4番5番これ4番手上がった人はちょっとそのままにしておいてくださいね。布団に入るなりあっという間に寝落ちをしてしまう、いわゆるバタン球状態の人手上げてください。このまま手上げててくださいね。バタン球状態の人、実はですね、寝るまでには5分から15分ぐらいかけて徐々に眠りに入るのがいいと言われています。そして今手が上がっている人でいびきを指摘されたことがある方、そのままにしておいてください。ありがとうございます。はい、すぐに受診してください。なんでか、睡眠時無呼吸症候群、これもう病気ですので、さっき言いましたよね、病気か生活習慣病、病気は病院へって言いましたよね。ですのですぐに受診してください。受診して今の状態をチェックしておくっていうのはすごく大切なことですので、してください。まあ、ここにね、治療方法の一つとしてちょっとご紹介する CPAP っていう、まあ、最近ね結構 CPAP 皆さん知ってる方多くなってきたんですけど、何ですかこれってよく言われるんですけども、こう
あのマスクつけて息が止まると強制的に息をぎゅっとあの呼吸入れてくれるっていうのがあるんですけれども、特にね朝起きた時に疲れが残っていて、強い眠気をね昼間でも感じてしまうんだよっていう今手挙げていた人、すぐに受診をお願いします。ということで睡眠の実技を体験していただこうと思います。ちょっとはい、何を言っているのかというと、眠れないのは昼間の姿勢が悪いからですということで、私、本にもなっているんですけれども、この本、体験してもらおうと思います。いろんなことを言っていてもよくわからないので、体験してしまうのが一番わかりやすいと思います。まずね、この本を読んでいただくとわかるんですけれども、一番最初のこのゴロネリセットっていうのを今日ちょっとだけ体験してもらいます。実際の、これ実際に、企業研修としてやらせていただいています。実際にあの皆さん今日あの毛布とかいっぱい持参させていただいたんですけれども、これ使ってゴロゴロと、やってあのほぼ動かないのによく眠れると言って、メディアとかにもよく取り上げられています。で一応ですねこのメソッド NG な人がいます。妊婦の人で、あと背骨どっかオペしましたっていう人はちょっと NG にさせていただいてます。なぜかというとそこをねあの結構緊張させて体をこう使っている人があのそこの緊張を取っちゃうと痛みが出てしまうことがあったりするんですよね。あと医師に動作制限受けている人もちょっと NG です。ではやってみましょうということで、皆さんお手元に毛布ありますか？やりますよ。お手元に毛布ありますか？うん、で毛布ない方はカメラを全員に大きく映せるだけですかね。はい、はい、ない方はそこの黒い毛布を3つか4つ持ってってください。3つか4つで、お手元にある方は、毛布を出してください。寒いですか？寒いですか？ちょっと寒いそうです。あ、急にはあの温まらないのでこのままですいません。毛布多めに使っていただいて大丈夫です。はい、で皆さんその毛布をまずちょっと立ち上がって多分ねみんなシングルサイズです。まず半分に折ります。長い方を半分に折ります。で、床に置いて半分に切ります。こんな感じになります。で、1枚あのふかふかのそういうねあのアクリルでできたのはそれま1枚で使います。で、こういうねあの何綿毛布とかあのブランケットとかは、2枚でいきます。まず辺の長い方を自分の方に向けます。辺の長い方を自分に向けます。ブランケット あのこのね、綿毛布とかこういうやつはもう1枚同じのを作って重ねてください。重ねた？はい、それで。そしたら辺の長い方をくる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 とくる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 棒にします。これブランケットロールって言います。だいたい直径が12センチから15センチ、長さ90センチぐらいあれば十分です。これよく言われます。どうやって何を使ったらいいですか？何でもいいです。何でもいいって言ってるのに何がいいですかってよく聞かれるんですけれども、これは皆さんのクリエイティビティを発揮してください。何を言ってるかというと、例えば出張した時、看護師さんとか介護の人は夜勤の休憩の時あるもので代用してほしいんです。ですので布団とかあとはベッドマットとかそういうものでも全然代用できますので、何でもいいって言ってるので何でもいいのでやってください。はい、まずこれ作ったらちょっと脇に置いといてください。脇に置いといてください。で、そこにゴロンって出ます。今ここにいる方全員ゴロンって天井を向いて仰向けで出ます。これまだ乗らないでくださいね。ちょっと脇に置いてゴロンって脇に寝ます。ゴロンって寝ます。何をやるかというと目つぶります。脇グー1個開くぐらいで手のひらは天井、
目つぶります。頭、顔もね、天井向くようにして、力抜いて、目つぶります。もうね、お口もチャックです。いいですか？今、体が床とどんな風に設置しているか、ちょっとモニタリングしていきます。頭、首、肩、肩甲骨、背中、腰、お尻、太もも、膝の後ろ、ふくらはぎ、かかと、今床とどんな風に設置しているか、皆さん自分の体を見てみてください。肩甲骨からずっとお尻まで浮いている人とか、右側はついてるけど左側はついていない人とか、多分ね、いろいろあると思います。あと、床の硬さ、今どんな風に硬いかっていうのも、ちょっと自分で感じてみてください。すごい硬いよとか、こんなんで眠れるわけないじゃんとか、そういうのを見ていってください。 OK ですか？ OK ですか？はい、では全員両方の膝を立てて、両方の膝を立てて、右側にしっかり横になって、手の力で起き上がってきてください。よいしょ、そうです、そうです、起き上がってきてください。そしたらね、はい、本田さん、ちょっとここで、すいません、モデルにしていただき、モデルちょっとやっていただきますが、みんな一緒にやっていきますよ。まず、今作ったブランケットロールをマットの中央に置きます。皆さん中央に置いてください。で、この一番端っこにお尻を乗せます。端っこに、ギリギリを端っこに本田さん乗せてください。で、ゆっくりと手の力を使いながら横になっていきます。コロンと横になっていきます。手の力をよく使いながらゆっくりとマットを、よいしょ、もうちょっと下行きましょう。もう少し下、はい、そこからゆっくりと、はい、で、両方の膝は軽く曲げます。両方の膝を軽く曲げます。目はもうつぶります。お口もチャック、これ基本姿勢にしていきますので、今からちょっとずつ直していきますね。まず頭からお尻までがしっかりマットに乗っていることを確認してください。お尻が、出ちゃったりしている人いないか確認してください。両方の膝は軽く曲げておきます。軽く曲げておきます。もしね、疲れちゃう人は両方の膝こんにちはって合わせておいても十分です。両方の手は、手のひらは天井に、脇はグー1個開けたぐらい。もうね、お家でやるときはこれだけで十分です。もう全部背中に、そしてブランケットロールに力、体の重みを全部預ける。何もしません。もう全部力ドローン。両方の足ギュッと踏みしめてませんか？軽く置いてきてくださいね。何もしません。何も動かしませんが、肩が床の方に吸い込まれるイメージです。ギュッとしたり何もしませんが、イメージとしては肩が床に吸い込まれる。背中、もう全部責任。昼間のなんかね、いろんなこと。責任も全部手放して、ブランケットロールにそれの責任をお預けしてきてください。そして、地球に不安って乗っかっている感じ。奥歯ぐっと噛み締めていませんか？奥歯ぐっと噛み締めていたらば、その力もリリース。普段はこれだけで十分です。ですがね、今日ね、ちょっと体験していただきます。本の中には何個かありますが、今日何個かちょっと動きを入れてみたいと思います。ではね、ちょっと、あ、その前にお約束があります。この、私のゴロネリセット、頑張らないというのを一つのお約束です。ですので、ああ、もう今日やるの嫌だな、これ以上動きたくないなと思ったらば、積極的にこの姿勢に戻ってきて OK です。
何か間違えとかもありませんので、動きがよくわかんないと言ってボドボドするぐらいだったらここに戻ってきてください。もう嫌だなと思ったらばこの基本姿勢に戻ってきます。では少し始めていきます。さあ両方の手今床にあります。この床にある手ずり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 と引きずりながら肩のラインまで大きく広げてみてください。そう、床から持ち上げませんよ。持ち上げるということは筋肉を使って頑張ってるんでね、グリグリって持ち上げて肩のラインで大きくストップ、ゆっくりと元の状態に戻していきます。ゆっくりね、ずり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 と元の状態に手を戻してみてください。そうです、そうです。もう一回いきます。ずりずりずりと大きく広げて、ゆっくりやりますよ。で、ずりずりずりと下げて元の状態に戻して、もうね、頭上げたりコロコロしませんね。続けましょう。合ってますよ。もう一度いきます。ゆっくりと床を這わせながら、鳥が大きな羽を広げるようにふーっと広げていきます。胸の突っ張りが感じるところぐらいでストップです。ゆっくりと元の状態に戻していきましょう。今日はね、体験なので結構ね、もう少しやるんですけれども、このぐらいで今日は両方の足を長く伸ばします。長く伸ばします。で少し足の幅広げておきます。頑張らないのでね、足を上げたり足を何かこう移動させようとするとそれだけ力が入って頑張ってることになりますので頑張りませんよ。まずね、親指、両方の親指を内側にパタンと倒しましょう。外側にパタン、内側にパタン、外側にパタン。一回休憩です。皆さんうまいですね。じゃあもう少し早くしますよ。内側にパタン、外側にパターン、内側にパターン、外側にパターン、内側にパターン、外側にパターン、内側にパターン、外側にパターン。はい、一回止めます。皆さんうまいですね。じゃあもっと早くします。どれくらい早くするかというと、手でバイバイってするぐらい内外内外早くやってみます。ではどうぞ。内外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 内内外内内外内内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 。ここから動かすように、動きは同じなんだけど足の付け根から内外内外ができるように動いてみましょう。ではどうぞ。内外内外、そう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 、股関節の、これ今やってんの？そうです、そうです。今やってんの？今やってんの？はい、止まります。さあ、両方の足を元の状態に戻します。最後いきますよ。今、背中の真ん中にブランケットロールが、あると思います。このブランケット、左右3センチから5センチ、左右ですよ、上下じゃないですよ、左右3センチから5センチのところに、右、左、右、左、ゴロゴロと動いてみてください。右に左にゴロゴロと動いてみます。右に左にゴロゴロと動いてみます。ゴロゴロと。福間さん、はい、トラブル起きてる。あ、はい、ゴロゴロと。一回止まります。もう一度ゴロゴロとします。ですが動くことに意識をせずに、ああ気持ちいいというところに意識を持っていってみてください。ではどうぞ。右に左に動くんですけれども、ああ
右に動くとなんかここが当たって気持ちいい、左だとここが気持ちいい。ゆっくり動いていきます。ゆっくりゆっくり。大丈夫そうです。右に左に右に左に動いて一回止まります。今日はね、体験なのでちょっとね、だいぶ省略して動くだけにしますが、本来はね、もうちょっといろいろやるんですけれども、今からブランケットロール降りてきます。まだ動きませんよ。まだ動きませんが、降りた時結構ね、体変わっていることあります。そうするとね、お口で感想痛くなっちゃうんですが、ちょっとチャックしておきます。後で聞きますのでね。全員お尻を床に、右側の床に、全員ですよ、右側の床にポンと落としてください。右側の床に落としてください。頭を最後にブランケットロールから降りていきます。ゴロゴロと降りたらば、膝を長くして仰向けの状態になります。の状態になります。膝長く伸ばします。さあ、皆さんまだお口チャックしないで、口チャックですよ。今の背中の状態、どんな風になっているか見てみてください。頭、首、肩、肩甲骨、背中、腰、お尻、太ももの後ろ、膝の後ろ、ふくらはぎの後ろ、かかと、今どうなっていますか。どんな風に設置していますか。そしてやる前とやった後、どんな風に変化しているかをちょっと見てください。ここから皆さん、もうお口はチャックです。何もしません。ちょっとだけね、ちょっとだけこの状態のまま、体はリラックスしたまま、意識は起きているときと寝ているときのちょうど中間、寝るでもなく起きるでもなく、ちょうどふわーっとあったかいウォーターベッドの上に横たわって、あー気持ちいいってなっている状態で、ちょっとこのまま待ってみてください。
ちょっとね、時間がないのでね、ゆっくりさせてあげたいんですけれども。足先、指先、小さなグーパーから大きなグーパー。両手を頭の上で組んで、足を閉じて、おへそから上下にグーッと伸びて、ストンと力を抜きます。もう一回いきます。グーッと伸びて、ストン。もう一回いきましょう。グーッと伸びて、ストン。両方の膝を曲げて、右側に横向きになって、小さな丸く、赤ちゃんみたいに。右側。まだ起きませんよ。よくね、研修の時にはこれ以上起こすなと怒られますが、すいません、今日ね、8時までちょっと時間オーバーしておりますので、ゆっくりできた人から起き上がってきてください。よいしょ。いかがでしたか？ビフォーアフターで体変わったっていう方いらっしゃいますか？ありがとうございます。どんな風に変わったかちょっとお伝えしていただけますか。マットについている体の面積が広くなった感じ。おう。いいですね。他にいらっしゃいますか。ちょっとシェアしてください。まあでも同じですね。背中とかが畳の感触が増えた感じ。おう。ちょっと柔らかくなった。なんか変わらなかったよっていう人もいます。なんかどうですか。なんかあります。どんな風に接点、まあ、についてるものが線状に伝わってる寝やすかったですか。こんな感じでね、全く新しい感覚だと思うんですけれども、こんなにすごい簡単だと思うんですけれども、これ今日ちょっとやらなかったんですけれども、体のビフォーアフター取ると姿勢がむっちゃ変わってます。なのですごい簡単なんですけれども、やってみるといいかなと思います。ということで、今日の睡眠の講座を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これでイベン、講演会とワークショップを終了したいと思います。改めまして、拍手呼び、拍手担保お願いします。はい、ではこれで配信を終了いたします。失礼します。よしよしと。はい、ありがとうございました。